見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。作家の室井佑月氏は、立憲民主党の代表選を報じたメディアに違和感を持ったことがあったという。アスタリスクアスタリスクアスタリスクどうして意地悪をされていると気がつかないのだろうか。ずっとそう思っていた。今日は11月28日、もうそんなこと言っても遅いのだろうけど、この次からはここに気づいてほしいので書いておく。11月28日の FNN プライムオンラインでは立憲民主代表選について、共産党との共闘で失ったものがある泉氏、小川氏という記事が動画とともに載っていた。それはフジテレビの日曜報道ザプライムでの一場面。番組は、立憲民主党代表選挙の候補者の、大阪氏、小川氏、泉氏、西村氏、4人を呼んで話をさせていた。記事になった部分は、番組のキャスターが、共産党との共闘で失ったものがあると思う方、と4人に尋ねたところ、西村さんだけはこの意地悪に気づいたのか、立憲民主党として、自分の力できちんと訴え、そして政策を有権者の皆さんから理解していただく、これが基本だと思います、というふうに答えていた。一見、キャスターの質問をはぐらかしたように聞こえるかもしれない。が、これが一人でできる正解だったと思う。本当の大正解は、どうしてメディアの方は、共産党との共闘のデメリットばかり聞くのでしょう。何かそこに意図でもあるのですか。某共闘は前に進んでいるのですし、と4人でそうキャスターに強い口調で申し出ることだった。わかりづらい。じゃあ、例えを出してみよう。有名人同士のカップルが長い交際の末、別れたとする。結末はそうなってしまったとして、両人とも、交際していたことはお互いにお互いを成長させたと思っている。恋愛関係ではなくなったものの、お互いにリスペクトし合える良い関係だ。でも、別れた、ことを面白おかしく報じようとする側は、そんな理由じゃ許さないだろう。って、聞くのだ。彼もしくは彼女の気持ちで交際当時と今と違ってしまったところはどこかと。本当は、嫌いになった部分は、と聞きたいわけだが、それは直接的すぎる。でもって、わざとしてその質問をする前に彼もしくは彼女の、好きだったところ、なんてのも聞いているのかもしれない。そして、記事になるのは、どう心が変わったかの部分。話を元に戻すが、野党共闘を応援している私にとって、立憲の代表選に出た4人の候補が共産党を含んだ共闘を今後さらにどう進化させていくのかはとても関心があるのは事実。けど、そのことを聞くにしても今のメディアに何らかの意図があるのが透けて見え、違和感があるのも事実。普通に野党共闘について意見を述べよ、でいいわけで。室井佑月、室井佑月、作家、1970年、青森県生まれ、小説新潮、詩の、読者による性の小説、に入選し作家デビュー。テレビコメンテーターとしても活躍、しがみつく女をまとめた、この国は、変われないの、新日本出版社、が発売中、週刊朝日2021年12月17日号。